酒好きの元新潟人のイーシュトーカです。今回は、だいぶ前に昔に買って、忘れていたやつですね。シリーズ。忘れていたやつシリーズです。賞味期限が2017年の5月なんで、あと1ヶ月か2ヶ月ぐらいで終わっちゃうやつですね。チューハイです。氷結のグリーンアップル。アルコール度数 4%、果汁が 2.0% です。原材料がリンゴ果汁とウォッカと糖類と酸味料と香料。これは、まあいいか。氷結もね、まずくなったんですよね。最近ね。最近、かな？わりかし最近まずくなった。それ以降買ってないんですけど。多分これはまだ、まずくなる前のやつです。アルコール度数がね、6% のやつはね、うまいんですよ。5% にね、下がってからまずくなったんですよ。氷結は。レモンとか。レモンとかグレープフルーツあたり、ね、恐ろしい。劣化したからね。また今日は、これ、イカのくちばしのトンビってやつです。トンビです。イカトンビ。乾杯。うまい。昔のね、氷結はね、この、ちょうどいいこの甘さと糖類と、甘味料が入ってない。で、さらにアルコール度数 6% と、ちょうどいいぐらいの。すっきりして飲みやすい。うまいっすね。これはうまい。そしてこれまたこの、トンビを剥きながら食べるという。そこのくちばしがさ、これなんか簡単に取れる方法ないの？これねじる、ねじると意外とうまく取れそうな。取れろよ。いでででで。これあれじゃない？女の人だと結構きついんじゃない？これ取れる。でも意外と女の人力あったりするからな。俺昔の彼女がすっげえデブだったんですけど。70キロぐらいあったんですよ。で、その子と腕相撲やったんですよ。そしたら俺がね、余裕で負けたから。俺がこうやって本気出すじゃないですか。こうグワーって。本気でやったのに、え？何それ？それ本気？とか言ってね、笑われました。もうピクリとも動かない、相手は。で、多分デブの人って多分すげえ力強いと思う。質量はパワーだと思う。マジで。それは思う。多分デブの人って基本的にパワー強いんですよ。俺が思った、それは。やっぱね、ウェイトに勝てない。ウェイトがある方が強い。デブの人、基本ね、強い。勝てないです。俺はもうガリガリなんで。まあ、でも、最近、割と太ってきたから。ガリガリってほどでもない。昔めちゃくちゃガリガリだったけどな。
昔。昔50キロとかだったからね。今60キロぐらい。60キロ超えたから、結構太ってはきてる。でもさ、俺よりは背低いのにさ、70キロとかあったからね、その彼女はね。デブすぎるだろ。くっ。くっ。取れた。ねえ。あ。うまい。うまい。この程よいこの塩加減と。で、こう。なんか。エビですね。これエビの味する。で、前も言ったんだけど。むきエビってこう、皮取るじゃないですか。皮茹でて、皮むくじゃないですか。あれに市場に出る。これが皮みたいなもん。殻っていうか、エビの殻っていうのか。あれを剥いて、で、ちょっとこう、エビの殻がさ、カリカリってさ、口の中でさ、言うときあるでしょ。ああいう感じ。これも今ちょっと、殻がまあ残ってて。で、カリカリして、食ってる時の、まさにこれエビですね、これ。本当にエビだわ。イカのトンビはこれエビの味ですね。エビの味そっくり。もう目つぶって食ったら多分わからない。ただし、イカよか、はるかに。この、身が少ないのと、時間が、かかる気がする。もう、これ取れろよ。まあ。あと関係ない話すると、エビって、尻尾、エビフライの尻尾って食べます？皆さん。まあ、ぶっちゃけ俺は食べないんですけど、俺の、母親が、すげえエビフライの尻尾大好きで、なんか意味もなく、なんか自分のその食ってるやつの肯定してるかのごとく、エビフライの尻尾はね、栄養があるんだよ、とか言って、食べなさい、とか言ってね、俺らにこう、食べるのを勧めてくるわけですよ。うん。でね、いや、いいんだけどさ、別に。まあ別に食っても、まあ、ただね、最近ね、昔はよく食ってたんだけど、最近もうダメだね。あれ、食うとね、響いてくんの。詰め物のところに、響いてくるっていうか、なんか噛んでるときに、歯の詰め物が奥歯に結構あるんですけど、それがこう響いてくる感じっていうか、うん。硬いものこう噛んでるときに、あれですね。あれみたいな感じ。アルミホイルを噛んだら、こうビビってくる、あれ。あんなような感じになるんで、嫌なんですよ。だから食わない。
いや、でも、昔普通にうまいと思って食ってたんだけどね。あの、エビの尻尾はね。エビフライの尻尾普通にうめえっつって、あの、マヨネーズから食ってたんだけど。ダメなんだね。あの、ビビって来るようになってからダメなんだ。まあでも、一説によると、あそこは、あの、エビフライ、エビの尻尾っていうのは結構、あの、よく聞くのが、不純物っていうか、細菌が多いとかっていう話になるんだけど、ぶっちゃけた話、エビフライなんで、あの、フライにするんで別に全部死ぬだろうって思うんですよ、ね。そういう記事を見るたんびにね。いや別にエビフライ、フライにするんだからもうその時点で死んでるべって。だからよくねって。油の熱で絶対死んでるだろうって。いや、美味しいですよ、確かに。エビフライの尻尾は。うん。あの、フライドチキンとかの何個作ってるような感じ。軟骨よりはるかに硬いけどな。まあ、美味しいですよね。言うなれば、この、くちばしを食うようなもんですよ。簡単に言うと。これはね。この、ほとんどこれ、エビの尻尾と、これ、素材同じなんちゃうかな、これ。うえ。あの、人間のさ、あの、髪の毛って皮膚の一部らしいじゃないですか。だから、こいつらのこの爪とかは、これ一体何なのかって、カルシウムなんかな？カルシウムから作られてるのが、爪とかと同じだよね、多分ね、これもね。わかんないけど。爪、人間の爪とかさ。まあ、爪も多分、皮膚の一部なんだろうけど。皮膚は、硬くなったものなのかな。うん。にしても本当にこれエビの味するな、この、これ食ってると。何度も言うけど。普通にエビじゃん、これ。珍味とか言うけどさ、ぶっちゃけこれエビだよね。経験者は語る。エビだった。いや、うまいんだけどさ。だいたいエビってうまいじゃん。普通に。まあ同じ、なんだ、魚介類か。エビって何類？甲殻類？イカって魚介類？イカって魚介類だっけ？大体。なんだっけ？イカって魚介類だっけ？あの、ダメな人いるよね。あの、ほら。イカのさ、寿司とかさ。魚介類全般ダメなんだ、とか言う人いるけど。イカって魚介類なんだ。魚介類って、魚って、魚だよね。イカ、魚じゃないよね。でも、魚介類。でも魚介類ダメな人ってさ、
よくわかんないんだけどさ、結構あれだよね。人生損してるよね。っていうのは思う。俺ちなみに嫌いなものって、ほとんどないんだけど、唯一吐きそうになるのが、豆乳と、まあ、豆乳と、あとなんだろう。あれ。あれ、あれ、あれ、甘酒？豆乳と甘酒と、あと、あんまり好きじゃないのが、あんまり食べたくないものとすると、ゴーヤです。でもね、豆乳はもう数年食ってないですね。食ってないというか飲んでないんですけど。だいたい飲むと吐き気がするんですよ。多分の、乳糖不耐症とかなのかもしれない。わからへんけど。吐き気がするんだよね。でね、ゴーヤはね、沖縄人じゃないんで、ゴーヤ食う機会全くないです。で、甘酒はね、たまーにね、飲みたくなって飲むんだけど、買うんだけど、飲んでるうちに飽きて、で、最終的に吐き気が催すんですよ。それ数年に一回繰り返してる。なんでか知らんけど飲みたくなるんですよ、たまーに。数年に一回。飲みたくなって買うんだけど、うわ、やっぱりこれ、うわ、あんまこんな味だったわ、そういえば、みたいな。味を思い出して、だから忘れるんですよね。味をある程度忘れて、うまかったんちゃうかみたいな感じで買うんだけど。100円ぐらいのやつを。で、うわぁ、こんな味だったわ、そういえば、みたいな。なって、うわ、まずー、みたいな。で、無理やり飲むんだけど、まずくて、結局、捨てたりするんですよね。もったいない。うわ、まずーみたいな。そういえばこんな味だったわ、みたいな。んで、なんか、甘酒って、甘ったるすぎるんだよね。甘ったるい。甘ったるさがもうダメ、受け付けない。どうにも。どうにもこうにも、あれは。受け付けない。パターンですね。ああ、美味しかった。まあ結構あるからね。ほら、こんだけ食べた。殻ばっかり。くちばしだらけになった。ああ、でもこれ癖になるな、この、いい塩梅のこのエビみたいな味の食うと美味しいですね。うまい。あ、普通にうまいですね。これは氷結はね、氷結はこれ普通にうまい。3444です。ご視聴ありがとうございました。